日本のカニカマを食べたというフランス人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回はカニカマ？すり身とは違うの？日本のカニカマを食べたフランス人女性の反応とは？の話題です。海外最高の食べ物だよ。サラダやおつまみに人気のカニ風味かまぼこ、カニカマ。調理しやすく、魚特有の臭みがないことなどから、日本以外の国でも人気のある食べ物です。そんなカニカマの消費量世界一は日本ではなく、なんとフランス。フランスではカニカマではなく、すり身という名前で親しまれているそうです。さて、今回ご紹介するのは、カニカマ消費量世界一の国、フランスの女性によるエピソードです。彼女は友達に会いに日本に行き、初めて日本のカニカマを食べたそうです。フランスのすり身と日本のカニカマを食べ比べ、どのように感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。日本人留学生の影響で日本に興味を持つようになった。彼女の影響で日本のアニメや漫画を見るようになったの。でも特に興味を持つようになったのは食べ物。その留学生はフランスの映画を字幕なしで見たくて、本場でフランス語を勉強しようと思ったそうよ。フランスにいる間はよく一緒に出かけたし、食事にも行った。ほんの少しだけど、私も日本語を覚えることができたわ。挨拶とか動物の名前とか、日本の食べ物の名前とかね。フランスに長くいると、日本の食べ物が恋しくなるみたい。それで私はフランスにも日本料理を出すレストランがあることを教えてあげたの。実を言うと私は行ったことはなかった。でも彼女にレストランを教えるとき一緒に入ってみたのよ。これが思った以上に美味しかった。もちろん彼女も喜んでいたわ。最初に連れて行ったのはうどんのお店よ。後から知ったんだけど、フランス在住の日本人の間では有名なお店だった。素材も日本のものを使っていて、日本人が食べても美味しいって思うらしい。確かにその店のうどんは美味しかった。彼女も大満足。ただ日本で食べるうどんよりかなり高いそうよ。日本に行くことがあったら食べてみたいわ。あとラーメンのお店。ここはお店の前を通るたびに行列ができているなって思っていた。だから混みそうな時間帯を避けてランチとはずらしていったの。このお店もやっぱりフランス在住の日本人から人気があった。ラーメンのヌードルは日本から材料を取り寄せて製麺機で作っているらしい。本格的。スープは濃いめ。醤油ベースと味噌ベースのスープがある。彼女は味噌、私は醤油をチョイス。美味しい。ラーメンってこんなに美味しい食べ物なのね。名前しか知らなかった。こんなに美味しいなら並んで待つ価値はある。日本の料理って想像以上に美味しい。彼女に紹介するというよりも私が楽しんでいる。次にお寿司のお店にも行った。お寿司だけじゃなくて、天ぷらやカツ丼というメニューもある。このお店ではメニューを見るだけで喜んでいた彼女。異国で馴染みのあるメニューを目にするとほっとするのだそうよ。そういうものなのね。ラーメンもあるし、餃子もカレーもあると大興奮。そして日本語で説明が書かれたデザートもあったの。いちごのショートケーキ。これは美味しそう。おしゃれだし。もちろん二人ともオーダーした。これも美味しかったわ。留学生同士でもフランスにある日本食レストラン情報を交換しているらしい。これによるとおにぎりを食べられるお店があるとか。行ってみた。日本にはないメニューがあるとかで、彼女はおにぎりを見ながら興奮してた。そしておにぎりのことをいろいろ教えてくれた。黒いものはパッケージじゃなくて海苔っていう食べ物。そのまま一緒に食べられる。シソとたくあんのおにぎり、トマトとオリーブのおにぎり、じゃこと枝豆のおにぎり、これは珍しいみたい。天むすのおにぎりと鮭のおにぎり、和風ツナおにぎりっていうのを買った。このお店が一番嬉しかったみたい。お米が美味しいって喜んでたわ。こんな風にして私は日本の料理を知り、美味しさを知った。やがて彼女は日本に帰国することに。会えなくなるけど連絡は取り合おうねって約束した。そして大学を卒業し、仕事も決まった。長期休暇を取れると分かった時、真っ先に浮かんだのが日本のこと。この機会に日本に行って彼女に会いに行くのはどうかしら。
早速連絡してみると、彼女はうちに泊まればいいし、行きたいところに案内すると言ってくれた。初めて訪れた日本、とても綺麗で驚かされた。ゴミが落ちていない、ゴミ箱の周りにもない。日本にいる時に一度もネズミを見なかった。生ゴミが落ちていなければネズミもいないわよね。パリでストライキがあるとそれはもう大変なのよ。誰もゴミを片付けないんだもの。ネズミたちのパラダイスだわ。本当にパリは汚れているの。私は彼女の家に泊めてもらい観光を楽しんだ。もちろん美味しい日本の料理も堪能した。お寿司や天ぷら、うどんにラーメン、さすが本場、いろいろなお店があって美味しい。そしてやっぱり安いの。彼女のお母さんが作ってくれる料理も美味しかった。ある時、彼女と一緒に料理の食材を買いに近所のスーパーに行ったの。日本のスーパーは面白かった。魚やお肉はすでに分けてあってパック入りになっている。肉はもうスライスしてあるし、ミンチになったのもあって驚いた。これは便利かも。すぐに調理できる。野菜も量り売りはしていない。チーズの種類は少なめ。レジが早い。これはすごい。並んでいる時間が短いの。スタッフの手際がいいってことかしら。商品をいろいろ見ていると、フランスにもあるすり身みたいなものを発見した。日本にもあるのね。フランスでも人気があってバリエーションが豊富なのよ。私がそう言うと、これはカニカマという日本の食材だと教えてくれた。え、日本の食材なの？知らなかった。すり身は日本からの輸入品ではなかった気がするけど、日本の発祥の食べ物なのかしら。このカニカマは本物のカニは使っていないけど、カニの風味がする。何でも魚からできているとか、それは聞いたことがある。やっぱりすり身と同じ？日本が本場ならぜひ食べてみたい。カニカマは一種類だけではなく、いろいろあった。彼女はせっかくだし食べ比べてみればと勧めてくれた。そこで何種類かのカニカマを購入することに。家に帰って早速試食。これは美味しい。すごい。本当にカニみたい。すり身とは違う。スーパーで見た時はカニカマとすり身は似ていると思ったけど、食べてみると違いがよくわかる。というより、パッケージから出した様子がもうなんていうか全然違う。本物のカニみたい。日本のカニカマはすり身よりもリアル。特に美味しかったのは大人のカニカマっていうのと、香り箱っていうカニカマ。そのまま食べて香りが良かったのが焼きガニ風味っていうカニカマ。カニカマは日本発祥の食材で、日本の伝統的な食べ物の一つだった。正確にはカニ風味かまぼこという。初めて発売されたのは1974年。私がカニカマについて知りたいと言うと、彼女はネットでいろいろ調べて説明してくれたの。カニカマの材料に使うのはスケソウダラという白身魚。ほとんどのカニカマは魚だけを使い、カニの肉は一切入っていない。だけどカニの香りがする。なぜかというと、カニエキスが混ぜてあるから。スケソウダラの身にカニエキスや卵白を混ぜて練り上げ、特殊加工をして独特の食感を出している。そこにパプリカなどの赤い色素で色をつける。そうやってカニカマができるのね。なんとカニカマの血は日本なのに、世界で最もカニカマを消費しているのは母国フランスだった。これは驚き。知らなかったわ。でもフランスで買えるすり身はカニカマじゃない。日本からの輸入品ではない。すり身のベースはほとんどをアメリカから輸入してフランスで加工しているそうだ。すり身になっているものは日本以外の国、東南アジアやリトアニア、エストニアからの輸入。フランスではカニカマをサラダに入れたり、サンドイッチに挟んだりして食べる。ビスコッティやバゲットに乗せるのも美味しい。アメリカではよくカリフォルニアロールに使われるらしい。薄味だから他の食材と相性がいいし、低カロリーでヘルシー。いろんな理由で人気があるのね。日本のカニカマはそのまま食べても美味しいんだけど、彼女が美味しい食べ方まで調べてくれた。私が好きになったメニューはこれ。フランスでも手に入る食材ばかり使っている。カニカマとキャベツのサラダ。キャベツを細かくカットしてさっと茹でる。カニカマを細かくほぐす。マヨネーズとお好みの調味料で和える。簡単。カニカマとアボカドのサラダ。カニカマをほぐす。アボカドはレモンをかけておく。玉ねぎを薄くスライスして水に浸しておく。お好みの調味料で全部を和えるだけ。これも簡単。
カニカマとゴーヤのマヨサラダ。日本のゴーヤは苦いから下準備がいる。薄くスライスして塩を振っておく。ゴーヤを洗って茹でる。細かくほぐしたカニカマとあえてマヨネーズと醤油を混ぜたものをかける。フランスのゴーヤならそのままいけるかも。カニカマとキュウリのサラダ。日本のキュウリは小さい。苦くない。私はどちらかというとキュウリが苦手。だけどカニカマと日本のキュウリを使ったサラダはとても美味しい。この他にもカニカマの天ぷらとかカニカマを混ぜたオムレツとかがあったわ。日本でならカニカマを安く買えるし、しかも美味しい。買って帰りたい。でも何時間も常温で置いておけないし、フランスでもすり身を売っているけど当たり外れがあるから注意しないと。美味しいカニカマを食べるのは次に日本に来るまで我慢ね。それまではすり身をアレンジして楽しむことにするわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のカニカマは SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。カニカマって偽物だったの？いや、俺はカニカマが大好きなんだよ。単純に美味しいから。経済的な理由で本物のカニが食べられない俺みたいな人間には最高の食べ物だよ。僕の国オーストラリアでは絶対本物だと信じて食べてる。フランス人さ、すり身は我が家の冷蔵庫から消えることは絶対にないよ。私は本物のカニじゃないことは知ってたけど、その上で酢につけたものをおやつ感覚で食べてる。偽物のカニを作っちゃうとかその発想はなかった。美味しいから俺は今後も買い続けるけど、今までとは違った目で見ることにはなるな。最高にうまい。カニカマは神から贈られた人類へのギフトだ。俺はずっとやつを謎肉、ミステリーミートと呼んでた。カニカマの正体が何であろうと私には関係ない。これからも寿司ロールに使うし、ラーメンに入れるし、ホットドッグの上に散らし続ける。以上が海外の反応です。カニカマがフランスでこんなにも驚くほど食べられているとは知りませんでした。カニカマはただカニに見た目も食感も似ていて美味しいというだけでなく、便利でアレンジも効き、そして地球に優しいというとっても優秀な食べ物ですよね。本当に優れているものは国境を越えて愛されるんですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。